じゃあ今再び手持ちのカードを使えってことになりますけども、まあ、当時私の手の中にはアフィリエイトってものがあったり暗号通貨ってものの手の内のカードがありました。逆に言うとその他の方法なかったんですよね。 YouTube もそれほどまでに育ってなかったですし、まあ、ブログを書くスキルもないままだったんですよ。で転売もめんどくさいなと思ったんで長い付き合いはするつもりがなかったんですよね。で結局アフィリエイトはこの先過当競争に入っていってもある程度勝つだろうなと思ってたんですが、最初の私の1億円に達したその手法っていうのがアフィリエイトだとしたら、次の1億円はまあ仮想通貨にあるなと思ってたんですよね。というよりも他に打つ手がなかったんですよ。でそれに対する仕込みってのがまあ数十万とかねいって100万前後で済むわけですから、まあその辺は余剰資金でねドンと入れといて、で余剰資金ですから値段を気にすることもないし、決済するタイミングを探すこともなくって、私の場合暗号通貨買った瞬間に「はいなくなった」と思ったわけなんですよね。なくなったと思うことによってあんまり意識を向けなかったんですよ。で気が付いたらあれなんか20倍30倍になってるじゃんみたいなところからスタートなんですよね。で値段が上がったところでそれを決済しないと困るような状況にはなかったし、その時も別にゼロになってもいいや、明日ゼロになってもしょうがないやと思っている、その気持ちが今でも続いてるんですよね。で私たまに言うんですけども、今私が稼いでる手法の全てがなくなったらどうするかっていうことで、介護士すれば済むんでね、介護士いつでもできますし、これからニーズも広がっていくし、体力はいまだにありますしね。で業界の理解もまあ初めてする人以上にはあると思いますんで、まあ、それでもいいかなと思ってるんですよ。これは介護って仕事を別に軽んじてるわけじゃなくて、優先順位をつけた時に時間が自由になって報酬が高いものの順番からやっていくわけなんですよね。そうすると介護っていう仕事は嫌ではないんですけども、報酬と拘束時間の問題であんまり優先順位の高いところにはいかないんですよね。でそれこそ私が介護の世界に関わるとしたら、今持ってるお金を出資や融資をすることによって介護業界にまあ資金としてですねお役に立つことができるんじゃないかなっていうふうな見方になってきたんですよ。何もかも現場第一主義でやることが全てではなくって、現場を支える資金面とか人材面とか労務管理という別の手法でね後方支援することもできるんじゃないかなと思うんですね。で、暗号通貨の話に戻りますと、今もう暗号通貨のうまみはほとんどないんで、それは手の内のカードにはならないんですよ。あるとしたらこれから始まる IoT ですとか拡張現実みたいなことになってきますので、そちらの方にねベットしていくのはいかがかなと思ってますね。でもやっぱり未知の世界ですから、もしかしたらポシャるかもしれませんし、今までも AR、VR ってのあったんですけども、何度もねポシャってきたんですよ。でやっとこれからブームが来そうなんですけども、利用者が増えればボリュームは増えますけども、利用者が増えるかどうかっていうことはこれまた分かんないんですよね。昔 MD ってやったじゃないですか。マイクロフロッピーディスクっていう音楽聴くやつ、あれが流行ると思って投資した人は大損ですからね。レーザーディスクもそうですよ。だって CD とか DVD が台頭してきて、しまいには iPod とかデータで販売とかね、それからこういう風なスマートフォンに入るっていう未来が10年もしないうちに来ちゃったわけですから。だから今の時点では可能性があるものでも、全部が全部ねどうなるもんでもなくって、最先端のものを追い抜くさらに最先端がいつ出てくるか分かんないってところがまあ難しいとこですよね。暗号通貨も未来絶対ではないと思うんですよ。多分ブロックチェーンという技術はこれからも続くと思いますけども、暗号通貨自体はもしかしたら消えていくのかもしれません。その前に見切りをつけて販売するのか、それともまだまだ伸びると思ってホールドしていくのか、これは意見の分かれるところですけども、私はビットコインをね23万円ぐらいで最初に手を出した時から、これは1億円ぐらいになるなと、要するに5000倍ぐらいになるんじゃなかろうかと思って始めたんですよね。ですんでまだまだ今の値段でも安値だなと、とりあえずは1000万をクリアして、1000万をクリアして今度は1億円に向かっていく、そういうふうなスタンスに入るか、そんな時が来るんじゃないかなと思ってます。それが2022年から2025年ぐらいまで起きて、シンギュラリティが来る2035年までにはビットコインっていうのはねもうすでにブロックチェーンという概念とイコールになるんじゃないかなと、この辺まで話すと何言ってるのか分かんないみたいなこと言われそうですけども、それぐらい知識が深まったってことなんですよ。その知識が深まったところで十分ベットする価値があるかなと思ってたんで今日まで来たわけなんですけども、ビットコイン以外にもね相当な価値基準をクリアしてきたカルダノみたいなのもありますしね、やっぱりこの世界面白いなと思います。やっぱりね立つ位置によって見える景色が変わるんですよ。私が介護士しかしなかった時とか麻雀しかしなかった時ってそういうものは前唾だったんですけども、今は前唾が本物になって本物が前唾になってくる、そんな時代が来てるんじゃないかなと思いますね。これこそ時代が進んだってことなのかもしれません。価値観のポールシフトが起きてるんじゃないかなというところでございます。いってらっしゃい。